ずっと待ってたこの時を。でれん、アイスを食べる。そう、アイス食べようと思って、でもあ、ショルムで食べようと思って、見て今日スーパー開いてたんだ。久しぶりにスーパーが開いてる時間になんかねえ帰ってこれた。ねえ、おもちゃ、僕食べたことないの、久保田のごまアイス。そう、ごまアイスだって、おいしそうと思って買っちゃった。うわー、すごいよ、見て見て、すごい、お布団と一緒の色してる。一緒の色してない？ほら、ここに飾っとけるよ。ほら、すごい、大西の部屋この色多いねんけどさ、すげえ。食べたいと思います。いただきます。美味しそう、いただきます。うん、あ、クムカ、うん、美味しい、めちゃごま、あ、うまい、美味しいよ、めっちゃ。なんかさっぱり、なんか全然甘ったるくないごまアイスって感じ。でもごま感も強いけど、なんかすごい程よいごま感、なんかめっちゃ美味しい、食べやすい。え、美味しい、これめっちゃ食べやすい。スプーン大きくない？やって、え、これ通常サイズやけどなんかこのスプーンセット買ったけど、おにし、なんか大きいのと普通のとちっちゃいのとみたいなあんねんけど、これ通常サイズのスプーンよ、うん、美味しい。スプーンの柄までグレー、うん、うん、これもグレーなの。グレーが多いんですよ。アイスのサイズに対してやって、まあ確かにこのアイスそんな大きくないから、ね、確かにそう考えたらそうか。うん、うん、アイスに対してスプーン大きくない？そんなみんなスプーンのサイズを気にするの、いつも私あんま気にしたことなかった、うん、ちっちゃいものを食べるときはちっちゃいスプーンで食べた方がいいってことか。うまっ、うーん、アイス用のスプーンを使えてガチ勢やん、アイスすごっ、それはすごいね、
うん、なんかあるよね、溶けるやつみたいな。ね、スプーンの大きさ気にしたことないや。うん、うまっ。この1時間何時間空いたんかな、言うて2時間弱空いた。ねえ、2時間ぐらい先の配信から空いたけど、ね、何してた、みんな作業終わった、って終わってないのよ多分ね。そう、終わんないのこれそう、作業終わんないのよこれ。そう、いろいろあってさ、でも頑張ってる。2月の後半ぐらいからこの作業頑張ってるの大西言うて3月あんまそれで手つけれてなかったからさ。でも2月の後半ぐらいからずっとやってる。そう、長いよね。そう、でもそう、踊るのが始まってから全然できてなかったからさ。そう、ほんまに空き時間でやってるって感じ。うん、提出期限いつなのって、もうちょいそう、提出、そうね、もうちょいやな、4月の頭か。そう、明日は朝から、朝から配信する。ねえ、夜はどうなんて、明日奇跡が起きたらできるって感じかなそうね、奇跡が起きたらできるから、みんなちょっと流れ星探しといて今日のうちにそう、流れ星を探してお願いしといて。奇跡はいつも間に合わないのよってやめてよ奇跡間に合ってお持って行ってきますよ、寒いよ。あ、そんな寒くないか今って。だ、ダメよ、危ないよ、こんな夜に外出ちゃう。あなたちょっと窓からチラッと見るぐらいにしといて。夜は稽古中なのって、明日ね、最中な気がするのよね明日。明日投資なんですよね。そう、でも世の中ってさ、奇跡があるからさ。ん？ 23 時45分から15分だけでもワンチャン枠欲しいですよね。あ、そういうことねえ、8時で終わっちゃうからさ、そん
な時間できないよっていうね。ちょっと早いよね終わるの。ちょっと12時にしてくれたらよかったのになって思うんだけど、まあルールってもんはね存在するからさ。うまい。そう、まあでも分かってたことだからね。私、ねえ、楽しもう。朝配信、明日は。朝は何時からって。もう朝3時間しちゃうか。どう思う？2時間半とかにしとく？奇跡を信じて。30分残す？奇跡待ちする？明日。分かった。じゃあ奇跡待ちして2時間半じゃあ朝からやるね。分かった。そうね、何が起こるか分かんないからね。時間配分どうすんのって。9時半から3時間半す、じゃあ3時間ちゃう、2時間半するってなったら9時までか。そうね。でもそんぐらいになっちゃうね、普通に。そっからお稽古行くから、わけわけはあんまできないかも。そうね、10できて10時までだから、そうね、5時、5時からちょっと。でも一瞬開けて意味あるっていう、なんかそうなのよね。どうそれって、なんか絶妙ちゃう。何かね、いいあれがあるならあれなんだけど、何時までできるのって。できて10時かなって。ありがたいのは時間のちょっと余裕を持たせていただくなら9時半とかやねんけど、ダッシュするのであれば10時。稽古も休憩はあるでしょうって。15分とかはあるけど稽古場ではやらないので、そうやらん、そうそうね、やらないからって感じかしらね。あ、1位おめでとうって。 ありがとう、嬉しい、ありがとう。じゃあ5時、さっき1個だけコメントあったんだけど、5時から30分やって、で7時から9時までっていうコメントがあってんけど、それはいい感じ？いい感じ。そうかな。6時半から
で2時間半ぶっ続けでするなら、5時、そうね、じゃあ5時から、じゃあそれにしよう、明日5時から30分やって、で7時から9時まで2時間やろう。で2時間半しといて、で夜の奇跡を信じて30分残してにしようか。うん、そうしよう。じゃあ朝ごめんな、明日早くなっちゃうけど5時から配信してもいい？ごめんね、朝早くから付き合わせちゃって。6時半も早いけど、ありがとう。もーちゃん睡眠大丈夫？って大西んちの冷蔵庫の中のレッドブルの量舐めないで言うてそんなの飲まへんけど最近レッドブル。大丈夫、大西はね大丈夫よ。ありがとう心配。明日でラストですしね。うん、明日でラストだからね。ね、ちょうどいいわ。5時から5時半やろ。で5時半から7時までの間1時間半あるのか。ちょうどいいじゃん。ね。今日お稽古行けなかったので、お西確認もしたいから明日その時間帯でしちゃおう。うんね、で配信してそのまま行ってって感じにするわ。今夜は何時に寝れそうって、でもいつもね大西寝るのね2時半とかなんですね。3時とかなんでなんだろうねなんかいろいろやってたらあれもうこんな時間ってなっちゃうんだよね。なんでってね、なんでなんだろうね。稽古動画見て、大体の大西の最近のルーティンね、ショールーム12時ぐらいまでやるじゃん。で終わって稽古動画見るじゃん。でダイジェストっていう、なんか梅坊さんはそのダメ出しのことをダメ出しと言わずダイジェストって言ってらっしゃるんですけど、そのダイジェスト見て、で直すところを確認して、でそれだけでもう1時は過ぎてるのよいつも。なんかでそっからお風呂入って、あ、エアポッツが残り 5% って書いてある。そうね、1時過ぎてから大体お風呂洗ってお風呂入ってってしたらもう1時40いつも5分とかなんかそんぐらいになってて、で上がって化粧水とかして髪の毛乾かして歯磨いてでしたら2時過ぎてて、なんか時間かかんのかな大西行動にのんびりしちゃってんねやろな。なんかそうね、うん、イベントがないときはどれぐらい寝てる？ん？寝れてる？めっちゃ寝てるよ、イベントがないとき。うん。
7時間とか、もうちょっと早く寝た日は8時間ちょいとか、全然寝てるからね。9時ぐらい、9時過ぎとか。うん、そんな感じかな。うん、そうそう、このイベント期間中はね、どうしてもね寝る時間がまあないっちゃない。あ、ポスターいやー、めっちゃついてるポスカ。だからイベント終わったらいっぱい寝るわ。今はもうしゃあない、睡眠はね。うん、じゃあ明日は寝るね、大西じゃあ明日は寝る、夜。みんなも明日は寝て、うん、仕事自体は早く終わるんだよねって。いや、そうでもなさそうなのよ明日そう、案外早く終わるのかなって思ってたんですけど、予定見てみたら、あ、違うなと思って、明日奇跡が起こんない限り配信はできないなんて、そうなったのよ。そう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 、そんな感じ。そう、そう、奇跡だね。いやー、明日はいっぱい寝てねって。そうする、明日何時間寝ちゃおうかな、夜。うん、15時間ぐらい寝たろうかなでも明日15時間寝るってなったら、朝9時に起きるとするじゃん。夜の6時、あー、夜の6時はちょっと家に寄れないから、12時間寝るってなったら夜の9時、じゃあ12時に寝て9時間寝ようかな明後日もお稽古って、明後日もお稽古、明後日がね、大西多分ラストなんですよね、お稽古出れるのが。そう、他の方々の最終稽古はもうちょい先なんですけど、大西は多分明日明後日で終わりになっちゃうから。そう、だから多分明日がね最後の通し稽古になるんですよ、大西にとって。わかんないけど、そうだからね、そう、なんか今から緊張してる。そう、明日大事な日なの。そう、もうそっからはね、あのコンサートのあれだったりとかあるからね。です、コンサート出ないので。出るよ、がっつり出るよ、コンサート見に来てね。劇場公演もあるね。ね、劇場公演結局全然起こせてないわ、大西
じゃあ起こせてないや。時間を遅れ時間を、だから1日24時間、もし毎回言ってるじゃん、1日24時間って少ないでしょって言ってるじゃん。そうそうなのよ、足りないんだよ24時間。だから37時間ぐらいあったらちょうどいいんじゃないかなって大西はずっと提案してるんですよ、1日。そう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 、誰に提案って、ここで提案してるのよずっとショールーム配信で1日24時間短くないですかって、37時間とかだったら結構なんかいいと思うんですけどって、お兄さんショールームでずっと提案してるんですよそうそうなんです。でもね、いつまでたっても37時間にならなくて、そうだからこうやってアプリを更新する時間ないってほらなっちゃうんだよ、ほらこの作業も全然終わってないこれもこれもコンサートもあ、時間が足りない1日を24等分するか37等分化するかの違いでしかないのでは、1日37時間は授業時間が増えそうできついっす。違う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 の、お西がその1日37時間をまず提案しているのはね、睡眠時間を取ろうっていうね、そう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 、だからそう1日37時間に増えるだけじゃ、そうだから仕事量とかも増えちゃうじゃんってなるじゃん。違うの、朝の時間を、朝のしっかり睡眠しましょう時間を取ろうってなっててそう取ろうっていうことで、そう夜の0時始まりのね、そう0時から14時間はその今で言う朝の、じゃ夜のさ0時から朝のその7時半までのその時間が夜の0時から14時までにしといてで働く時間は一緒、だいたいちょっと終わっちゃいそうかもしれないけど、ちょっとまた一回考えるわね、きっとねカウント枠って言ってくれたのもね、上位に行ってほしいって思ってくださってるからだと思うし、ちょっと一旦考えるわ、考えてからじゃあツイッターに載せるね、もし何かあったらインスタの DM だったりとかで送ってください、よろしくお願いします。じゃあバイバイおやすみ、バイ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 。
いいじゃない。